こんばんは。こんばんは、コーナー始めます。ウェズ遠藤さっちゃん見て、主席台湾キッチンムーオレンジのおじさんドリームパスポートゆうやミロナオキスギリンともともタケ大阪のあがらの人タキドン魚編ユキングサユニャンラーメン王子ムー香港中村翔司ぐったりうかれポンチなあかりちゃんハッピースライリーゲンゲン一味栄え箱押し竹久一君ゆきんごちゃくちゃ北海道の杖のおじさん新座のハイジチャペルぴょっぴつ勇気田中健一大江もっちみやんぴょっぴつオレンジルートクロアカモトちゃん、刈り上げくん、ゴンスケ推し、ウィリアムズシリゲルアットマーク、フピ推し、カノゲンゲン、トマットマーク、ミクロン、トモト、スイリンこんばんは、広島県出身21歳のフピこと藤本ゆかです、こんばんは。やっほー、広島県出身21歳のゆぴこと藤本ゆかです。今日はオラフを仲間にいます。あは、今日はオラフにも出演してもらいたいと思います。私の大好きな、ルルルルルルル、初めて見た可愛いヨンドさん、ありがとうございます。ふっぴです、こんばんは。結構ね、いつもリハーサルとかではつけてるんですけど、初めてショールームでつけました、なんとなく。12時までやりたいと思います。今日は1時間やりたいと思います。ありがとう、星投げたよ、ありがとう。頭からオラフが入っちゃった、そう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 こんばんは、ふっぴです。今日はブログの日なのでブログ上がったら読んでください。そして今日は日中にねメールをあんまり送れなかったので夜にまとめて送ったので、多分時差があると思うんで一気に多分今から届くと思います。3個か4個か忘れちゃったけど、なので一気に通知が来ると思いますが、ご了承なく。それは昼にあんま送れなかったからっていうお詫びの気持ちで送りました。ブログが鬼長いんですよ、また毎回私のブログは長いのでね、有名っていうか有名では別にないんですけども、結構ね長めなんですが、今回もねめちゃくちゃ長いので大変なんですけど読んでほしいです。そう、前回はねその書いたのを全部消してしまってパーにしてしまったんですけど、今回はちゃんと取って保存しているので、そう、わかんないけどね、長いか長くないか分かんないけど、体感的には結構長いなっていう感じだったから長いかもしれない。
ごめんね、3つ目来て、そうでしょ、一気に来ると思う一気に送っちゃった。今日面白いこと、今日面白いことあったよ。あのね、メール届いたかな。今日ね、私立矯正の歯医者に行ったんですけど、研修医さんに今日当たりましてですね、2回目か3回目の調整日の時も当たったんですけど、今日もね、またね、当たってしまいまして、途中でなんか交代ですって言われて、なんか途中でね変わっちゃって、なんか変わりますよとか言われずに変わっちゃって、今日は大丈夫かなって思ってたら、なんか先生ちょっと見てくださいみたいな感じで言うから、やばこれ研修医さんだったんだと思って、そしたら他の部屋から上の先生みたいなのが来て、なんかチェックして、これじゃあ緩いねみたいな感じで、先生がやり直して、ほらなんか1本の歯をやり直して、ほらこんな風にきつく縛るんだよみたいな感じで言って、2回か3回やり直されて、めちゃ痛かったですね。もうマジで置いて親指をこうやってやって、我慢してました。前髪がほんとにね、それが唯一痛かった。全然面白いことではありませんでしたね。ただただ痛かった。そう、なんか普通多分そういうのってさ、ちょっと研修の方に変わりますねみたいな、一言くれたらいいんですけどね、なかったので、いつもねすぐその40分ぐらいでねつけ終わるんですけど、本当に1時間以上なんかかかってましたね。結局ちゃんとなってるのかわかんない。でも結局なんかね、そうわかんないんですよね。なんかね、一個ね曲がってるんですよね。折れてるみたいになってるけど、これあいいのか良くないのかちょっとわかんないんですよ。合ってんのかな、ちょっとわかんないですけどね。今日はなんでそうめんしか食べれませんでしたね。たまにあるのかな。でもそういうのってさ、ちょっとなんか一瞬違う先生に変わりますねとか、研修の人なんであれなんですけどって言ってくれるのかなってね、ちょっと思ってたんですけど、毎回言われずにね、2回か3回やり直されてピエンって思っていました、心の中では。しょうがないですね。もう一回行った方がいいのかな、これ明日聞いてみようかな。まあしょうがないですね。なんかね折れてるんですよ。なんか普通こうやってつくじゃないですか、裏にやってるんですけど、なんかね途中でねこうポキって曲がってて、一回もねそういう言った試しがなくて、いいのかなこれ、合ってるのか、そういうもんなのか、そういうものじゃないのかがちょっと分かんなくて、でも家に帰ってからしかちゃんと自分の歯をね見てなかった見なかったので、ちょっと分かんなくて、ちょっとまた行ってみようかなって思います。なんか針金がね折れてるの。なんか普通まっすぐピーってね引かれてるんだけどね、途中でねポキって折れてるの。それって違うよね。いいのかな、いいのか悪いのか、そういうものなのかそういうものじゃないのかちょっとわからないですね。そう、電話すればよかった。確かに明日ちょっと電話して聞いてみたいと思います。ね、ちょっとわかんないですね。ちょっとわからない。そんなことがありましたとさ。あとは何があったかな、別に特に何もないな。特に何もないな。何かな、本当にブログをにかれこれ2時間ぐらいかけましたのでね。かれこれね。そうですそうです、おばんです。こんばんは、こんばんは。指原さんも矯正器具がきつすぎて握手く、そうなんだ。へえ。
今年は開幕、今年のカープの開幕投手は大瀬良しか考えられ、大瀬良選手しか考えられないんですけど、マジで。ねえ、どうですかね、考えられない、それ以外。うん、思いますね。お、ブログ今回もなかなか長文になって、ブログ出た？ブログ出たかな。エルゾレット今どこに？エルゾレットはね、アメリカでカープのね、あれしてる、スカウトマンしてるよ。お、出たんだ。おー、それはよかった。長いので後で読んでください。ショールーム終わってからね。見た？ブログ見た？あ、見たじゃない、見ないで、まだブロ、ショールーム終わってから見てください、ね、写真見た？写真大瀬良結婚やし、そうね、新婚だしね。エルドレッド海外したい、そうだよ、そう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 、アメリカでスカウトして、でも時々ね、日本にも来るけどね、もちろんね。原稿用紙12枚分、本当に？やばいね。今日は最後までやってくださいね、今日もやるよ。今日もやるよ、12時まで。でも昨日みたいに3時間できない。今日は1時間しかできないけど、やるよ。えい。えい、えい。めっちゃ鳴る、こっち。そうです、今回のブログの写真は STU48 の滝野由美子さんです。もう夢が叶ったよ。私は本当に嬉しかったです。そうです、 STU48 の滝野由美子さんと一緒に写真を撮らせていただきました。もう本当にあの陸上が終わった後にめちゃくちゃあの勇気を振り絞って声をかけに行きました。もう迷ったけど、本当に迷ったけど、めちゃくちゃ勇気を振り絞って写真撮ってくださいって言いました。一回あの去年のいつかのサステナブルかな、いや違うかな、どっちかな、去年のあのいつかな、10番ぐらいの AKB さんの握手会で、それでの時に大握手会で裏であのお会いして滝野さんを見かけてってなったんですけど、なんか写真撮ってくださいって言えなくて恥ずかしすぎて、だから話でもなんか話しかけたいと思って、すごい勇気を振り絞って、応援してますだけ、なんか本当に大好きで応援してますって言ったら、ありがとうって言って、あの写真を撮ってくださいってね、言う勇気がなかったんですけど、でそれでずっと後悔して撮ってもらえばよかったなと思って、で今回リクエストアワーでお会いして見かけて、もう絶対 にまた話しかけたいと思って、お、15分経過しました、ありがとうございます。そうそうそうなんです、それでめっちゃ勇気を振り絞って話しかけに行きました。そうです、それでなんか一回去年握手会の時に声かけさせてもらったんですよって言ったら、覚えてるよって言ってくれて、マジで優しかった、可愛かった、本当にオーラがすごかった、もうなんか芸能人っていう感じだった。そう、めっちゃ可愛かった。
そう、覚えてるよ、ありがとうって言ってくれて本当にね嬉しかったしね、可愛かった。めっちゃね、そうで、STU さんは新曲が出てるから新曲見ました、めっちゃかっこよかったですって言いました。滝野さんまた今回もセンターで最後に枠みたいなのをドンって蹴るんですけど、それがめちゃくちゃかっこよくて、ふーふーって感じでした。とりあえずめちゃくちゃ、でもね本当にね神対応でしたね、優しかった。私も滝野さんみたいに頑張りたいです。そうね、すごいよね本当に。でも滝野さんも確かダンスが得意な方ではなくって、でもセンターをしててすごく最近もかっこよくって、すごく嬉しいです、見ててすごいなって思います。そんなね、なんかデビューして1期生のセンターとかって本当にすごいし、本当に憧れる。すごいよね、かわいいし。私も頑張りたいなと思いました。なんかそのパワーをもらったので私も頑張れます。どれほど努力したか、そう、すごくね努力してたと思います。ズムサタでビール売ってたね、私さ絶対さ滝野さんが販売してる時にいたよ絶対に。だってさ毎回すごい上位の売り上げとかさ誇ってたんでしょ、ね、絶対いた私で、知らなかっただけで。そんなね、だって去年さ、去年じゃない、 SKE に入るまではさ年10回とかさそれ以上とか行ってた時もあったからさ、カープに。どれかには絶対滝野さんいたと思うんだよね。私がねそんなお互いに一般人だった頃絶対にいたと思う。すごいよね、ね、100いたと思うよ。でもそんなお互い一般人だったと思いますね。ねえ、はじめましてだって、はじめまして。今日からお友達。お、15分経ったんだよねさっき。今日も15分ありがとうございました。今日は12時までやろうと思います。ありがとうございます。ブログ上がった、そうブログ上がったのでね、このショールームが終わったら呼んでほしいなと思います。今日も長いのでね、どうなんだろうね、長いブログってどうなんですかね。別に意図して書いてないんですけど、なんかメールでもそうなんですけど、勝手にねまとめるのが下手なんでしょうね、言い方を変えれば。普通に簡潔に言えない、なんかだから話とかもすごいダラダラ話しちゃう傾向があるかもしれないですね、性格的に。もっと短くした方が読みやすいのかな、わかんないよね。でも意図して書いてないけど、思ったことを全部書こうと思ったらこんな長くなっちゃう。しかも5日に1回しかないし、そう。大丈夫？本当？よかった。
そう5日に1回しかないから、そんな1日で読んでほしいとは思わなくて、その日のブログから次の日のブログまでの間にゆっくり読んでくれたらいいかなって思う感じで読んでる。無理する、なんか無理してないんですよね。なんかそのまとめる方が多分無理する、私はね。思ってる言葉って書いた方が全然無理してなくて、この思いをどれだけこの文字数に制限するかみたいなのはすごくそっちの方がね、あの無理なんですよね。なのでね、その1日でね上がったらすぐ読むんじゃなくて、5日に1回しかないので、上がった日からまた次のブログまでの待つ間に読んでほしい、読んでもらえたらいいなっていう感じで書いてますね。ぜひぜひ読んでみてください。空いている時間にちょこちょこと書いたりとか、時間がない時にはバンと書いたりとかするんですけど、無理なくね書いているので読んでください。中4日のロー、そう中4日のローテーション可愛いなって、ありがとう。そんなこと中目黒さん、ありがとうございます。中目黒に住んでるの？読んでも読んでください。でもね、初見の人はマジ長いなって思うかもしれない。文を書くのが好きなんですよね。メジャーかな、メジャーですね。中4日はさすがに肩が死ぬ。まずタイトルの長さ、あ、今日のタイトルの長さ、うん、今日のね、もうプロ野球選手もだんだん年下になってくることが一番年を感じますね、私は。なんか今まですごいちっちゃい時から見てきたから、なんか野球選手かっこいいな、すごいな、大人だなって思ってたけど、だんだんもう高卒ルーキーとか入ってくるともう年下ですからね、だんだんプロの世界とか、それとかオリンピックに出てる選手とかがすごい年下ばっかりになってくると、もういよいよ年を感じてくるなんて、そう思いましたね。もうなんかかっこいいな、野球選手すごいな、体大きくてなんかすごい球いっぱい打ってボール投げてすごいなって思ってたのから、もうなんか年下頑張ってるな、私より年下なのに頑張ってるな、高校生かっていう感じ。そうそうそう、年を感じるよね、そういうところで。じゃあ小園選手はフッピーさんの年下に、そうです、年下になりますね。中村翔成選手も年下ですね。分かりみが深いって、分かりみが深い、握手会長行くよ初ですが、お、誰だ、ギブソンさん、ありがとうございます。ギブソンですって言ってください。次は2015年生まれ、この間じゃんって来るねえ、確かに。なんか何だったっけな、18、17、16、15、そう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 、なんだっけな、大学の時の教育実習で保育園に行った時、何年生まれって言ったら、その2014年とか2014年だっけ、なんかね、すごいね、いつだったっけな、私18年のいつに行ったっけな、18年、17年か、ちょっと忘れちゃったけど、めっちゃ最近、昨日っていう感じのあれがありましたね。そのいつ誕生日いつって聞いた時、何年って答えられた時、ってなりました。2月の握手会始めていきます、ありがとうございますね。しょうがないよね、でも2014年でも今もう6歳ってことだもんね。本当にそうだよね、6歳だよ、そのぐらい、そのぐらい、2014年とかって言ってた気がする。何年って聞いた時に
そうね、もはや今日そう、それそのレベルだよ。2014年って私何歳だ、20だから何年前、6年前、21、20、19、18、17、16、15、15歳だから中学3年生かな、ちょうどスマホを持ったよぐらいな感じの時に生まれた。うわ考えられない、本当に。ねえ、考えられないよね。時代は変化していきますね。うちの子は2011年まで、あら2011、最近もう悲しい。スマホね、ちょうど中3でスマホデビューしたから、本当にそれぐらいの時ですね。でも本当に出たてぐらいの感じ、出たてっていうかようやくみんながスマホ持ち始めたかなぐらいの、本当に iPhone もいくつだったかな、5とか 6?6 はまだ違うか、本当に四角くてちっちゃい iPhone だった頃。何かな、あの時代は。あの指紋認証でみんなすっごいびっくりしてたから、後に出てくる指紋認証もなくて四角い iPhone の時代ですね。え、本当にあの iPhone の下のホーム画面があのプレイステーションのボタンみたいに四角いマークが書いてあった頃の iPhone が出始めたの。で初めてそれを持ち始めたのがチラチラ中3とかの子が多かった気がする。今もガラケー使っても、私もでもね中3まではガラケーでしたね。ね、なんだろうね、わかんないけど、それがなくなってなんか指紋認証みたいになって、そのホーム画面に戻るところのボタンがなんか銀とかシルバーとかになって指紋になってめっちゃかっこいいって言ってたのが、もう本当にそれで革命起きたぐらいですもんね。高校生ぐらいになってすごいよね。今なんかもう顔だもんね。ね、顔認証ですね、もうすごいよね。僕は高3からスマホだけどガラケー持ってなかった。本当に？私はね中学校1年生の頃から携帯を持ってた。でも大体みんなそんな感じだった。中学校になってガラケー持ってみたいな。だからガラケーの時は本当にメールでしたね。で、ま、今の LINE スタンプみたいになんか動くちっちゃい絵文字みたいなのを、可愛いのを集めて、なんか自分がその絵文字を持ってなくても人から可愛い動くやつが送られてきたら自分もコピペでそれを使えるから、そういうのですごい楽しんだりしてたなっていう感じですね。10年後どうなるんだろう。そうですよね。でも今さ、もうなんか何か結構さ、もう時計でピッてできたりするからさ、あと VR とかあるから、もうさその媒体自体がさなくなりそうじゃない。何か普通にこうやって目で追ったらもうこの辺にパッて画面に出てくるみたいになりそうね。そのうちスマホもなくなりますよね。 PHS は知らない。 PHS 知らない。ポケベルも使ったことない。ガラケーですね。パカっていうやつ、あのシュッてやるさ、ガラケーの人めっちゃ憧れじゃなかった。なんか閉じたらさすごい画面しかなくなってさ、シュッてやったら文字盤が出てくるけど、閉じてて使えるのにもなるみたいな、あれを持っている人が羨ましくて仕方なかったけど、私はこうやってパカってやるやつでした。コンタクトになる。確かにコンタクトとかになりそうだよね。そう、マジシュッてやるガラケーの人本当に憧れだった。いいなって思ってた。
そう、スライド携帯、私はカッチャンっていうやつでしたね。ねえ、スライド携帯っていうの、何携帯っていうのか分からないけど、なんかそうそうそう、メーカーはどこ派、どこどこ派、何の種類の携帯だったか、どこのメーカーの、分からない、シャープ、シャープだった、シャープだった、シャープのピンク色の携帯を使ってた。なんかちっちゃいハートみたいなのが書いてあるやつ使ってたな。画面が横に回転してテレビ見れるやつ、そうね、あれだよね、今のさスマホってテレビ見れるのかな、あの iPhone でテレビワンセグって見れるのかな、概念あるのかな、わかんないけど、あのガラケーの時めちゃくちゃテレビ見てたけどね。それそう、ワンセグってもう今さ iPhone ってもうワンセグっていう概念ないのかな、ちょっとわからない、スマホだったら見れる。そういえば昔使ってたからけにまだ読んでないモバメがあった、だって。iPhone にはワンセグ機能、ああ見れないよね、何で見るんだろうテレビ。ね、なんかその放送し終わったやつはアプリとかで見られたりするけど、そのまま生放送じゃないわ、そのままテレビでやってるのをそっくりそのまま今見るっていうのはどうやってやるんだろうね、ちょっとわからないんですね。アンドロイドさんは割と見れるって。